まずはこの度理研の研究者がネイチャー誌で発表いたしましたスタップ細胞に関わる研究論文に、疑義があったことにつきまして、世間の多くの皆様にご迷惑そしてご心配をおかけしたことをお詫び申し上げたいと思います。それでは着席して話をさせていただきます。ネイチャー誌の論文が科学社会の信頼性を揺るがしかねない事態を引き起こしましたことに、お詫び申し上げますとともに、私自身の言葉で経緯等を説明させていただきたいと思います。まず科学者は論文記載の観察結果およびそこから導かれる科学的結論について全面的に責任を負わなければならないと思っております。特に主張の根拠となる自らの実験結果については客観的かつ十分慎重に取り扱う必要があります。スタップ現象の再現性と信頼性は理研の研究者がその厳密な検証を行っていくとともに第三者による追試によって証明されていくものであります。外部機関の研究者による再現実験に積極的に協力し必要な情報を提供するように指示したところであります。一方ネイチャー誌に発表した多岐にわたる共同研究論文の作成の過程において重大な過誤があったことは甚だ遺憾であります。論文の取り下げを進めることも視野に入れて検討しております。引き続き調査委員会において細心の注意を払い論文内容の調査を進めるとともにその結果を踏まえて研究不正と認められました場合には研究所の規定に基づき厳正に処分を行うつもりでおります。今後科学者倫理と諸規定を真摯に遵守しつつ社会の期待に応えるべく研究を行うよう全所的に教育と指導を徹底してまいります。なお科学研究には批判精神が不可欠でありまして科学的技術的な質疑には真摯に対応してまいる所存であります。これから詳細につきましては順次説明させますのでどうかお聞きいただきたいと思います。本日これから公表説明させていただきます趣旨は本件に対する理研のこれまでの調査とその対応についてご報告申し上げるということでございますけれども、それに先立ちましてこれまで本件について理研に寄せられましたさまざまなご意見あるいは報道等を通じて指摘された事柄について理研の基本的な考え方を大きく4つに整理して簡単にご説明申し上げたいと思います。まず第一に、研究論文における研究不正の有無の問題です。理研では
捏造、改ざん、盗用といった研究不正に対して厳正な姿勢で臨んでおり、本件についても調査委員会による調査を進めているところでございます。第2に、発見された研究結果の真理を問う意見についてでございます。このいわば、サイエンスそのものについては、研究者が、論文発表等を通じて科学的な議論によって探求されるべき命題であると考えております。科学的議論によって、真実と考えられていた事実が覆されたり、新たな事実が発見されたりすることがございますが、それは研究者とは性質の異なるものだと考えております。第3に、研究論文の取り扱いについてです。研究論文の訂正や取り下げについては、論文著者間で相互に合意した上で学術雑誌の出版社と調整するものであり、最終的には調整者、出版社と著者との間で解決されるべき問題と考え捉えております。第4は、調査を通じて判明したことに対する利権の対応についてでございます。これにつきましては研究不正の有無にかかわらず、研究所として速やかに対応する所存でございます。以上4つ、研究不正の有無、それからサイエンスそのものの、それから研究論文の取り扱い、それから今後の対応と、この4点でございますが、これからまず第1に、研究不正の有無と問題につきまして、本件調査委員会の石井委員長からこれまでの調査により明らかになった事実等について、報告していただきます。